はい、どうもひろきです。本日はですね、新しいカメラを購入しましたということで、こちらでございます。はい、これは TP リンクから出ているタポっていうのかな、いう、パンチェルトネットワーク Wi-Fi カメラっていうことで、なんか防犯用に使ったりだとか、あとは出かけてる際になんかペットを監視したいとか、あとはなんか小学生とかね、そのぐらいのお子さんだったら、家でお留守番とかすると思うんですけども、そういった心配なね、時に外から、こう、確認できるというものになっています。これがね、非常に安いんですよ。いくらだったかな、僕が買った時点で3290円っていう、激安のカメラなんですけども、これ意外といいんじゃないかなっていうふうに思っていて、TP リンクさんの製品って僕結構持っていて、それで多少こう信頼を置いているんですけども、ちょっと楽しみでございます。機能としては水平に首振り、水平に360度、直角に114度動かせると。で、高画質 1080p で撮影録画が可能。しかもこれが一番大切かな、僕の中ではナイトビジョンが使えると。でね、10メートルぐらいだったかな、結構広い範囲映せるということで、それがいいなと思いました。で、マイクロ SD カード対応と、最大 128GB のマイクロ SD カードに対応ということで、たっぷり収録することも可能です。で、ライブビュー、離れたところから、実際にこのカメラで撮ってる映像を確認できますよと。あと、双方通話、スピーカーとマイクを内蔵しているので通話が可能ですと。好ましからざる人物が侵入した際にはライトと音で警告をしましょう。そういったね、防犯的なものもあるらしいです。プライバシーモード、プライバシーモードを有効にすると録画を停止しますと。で、映像の共有、SNS などで、映像の共有が可能ですと。録画映像の共有が可能ですよ。はい。ではね、早速開けてみましょう。はい、こういったね、小さい紙類が、簡単設定ガイドとかが、ついています。そしてネジ止めするとき用の、穴、シール貼ってここに穴開けるよっていうか、確認ができるシールとかもあります。そして、これが電源のアダプターですね。で、これがネジ止めする用のネジとかですね。そして本体。てってるー。かわいい。はい、見た目はこういった形になっています。3290円だっけ?にしては割とよくできてるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃチャッチーっていう気はね、全然しないです。で、こういうかわいい丸いフォルムになっていて、後ろに TP リンク、で、前にタッポって書いてありますね。で、これがおそらくスピーカーかな、後ろが。で、前にマイクっぽいポッチがあります。で、ここか。ここが回転して360度。で、ここが縦が114度だったかな、動くと。で、裏側がこういう風になっていて、こう土台をね、どっかにつければ、こう、ガシャッとつけれるということですね。じゃあ早速使ってみましょう。何はともあれ。で、そもそもなんで僕が買ったかっていうと、ハムスターを、見守るために購入しました。そもそもマイクロ SD カードはどちらに刺さるのですか?はい、マイクロ SD カードね、どこに刺さるんだろうと思ったら、このレンズの下、上にポンと向けると、下に刺す場所がありました。刺そう。OK。そしたら刺してみましょう。はい、なんか赤く光っております。多分、スマホとかで接続しないとどうにもならんと思うので、TP リンクタポっていうアプリがね、そのままの名前のアプリがありました。これは正式名称は C200。タポ C200。
電源オン &LED を確認。タポデバイスの電源を入れて、LED が緑と赤に点滅するまで30秒ほどお待ちください。点滅した。赤と緑に点滅してます。そしたら次へ。スマートフォンまたはタブレットの Wi-Fi 設定からタポデバイスの Wi-Fi に接続してください。接続済みです。見つかりました。はい、Wi-Fi を設定しました。デバイスに名前を付けましょう。H タポにしておきましょうかね。はい。端末の位置を設定するとアプリ上で確認しやすくなります。リビングにしておきましょうかね、一応。設定が終了です。いいね。自動ローカル録画。了解。1台のカメラ。これでもうつながっているらしいです。新しいマイクロ SD カードを認識しました。マイクロ SD カードを録画に使用するにはカードを初期化する必要があります。初期化、自動検出されてますね。映ってますね。ちょっと置きましょうか。ああ、すごいすごいすごい。今上に動かしてます。で、右に動かしたり左に動かしたり、位置を覚えてそこを押すとそこに行くっていうこともできるんですね。あ、録画中、録画されました。今これが録画されているっていうことですね。来た。お休みモード。これがナイトモードですね。こういう感じでなんか見れたらいいなと思っていて。これが日中モードです。すごいすごい。で、自動もできるんですね。自動に明るい時はこの日中モードで、暗くなったら、ナイトモードに切り替わる。それじゃあですね、ちょっと動かしてみましょう。てってれー。おほほ。うわ、見えん。何かおるけど。気になるよな。気になるね。もう一度お休みモード使ってみましょう。はい、いや結構よく見えるこれ。はい、これ部屋の様子もね、普通に。映ります。こんだけ離れててもね、はっきり映ってるのが見えると思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。これ思いのほか良かった気がします。3000円ちょっとで、このぐらいのクオリティのカメラでございます。うん。下にね、リンク貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。TP リンクのタポ C200 っていう、Wi-Fi ネットワークカメラでした。うん。おすすめです。どこに設置するかだな。ストップ。